っすぐだ。大きいぞ。前進していた稲葉の頭上。入った。入りました。入ってまった。東京ドームじゃないんだからさ。なんでしょうか。ですね。上がりすぎだと思う。森野にもホームランが出ました。その前に投げて、まあ、ファールになったボールもありましたが、高め高めと来て、最後はストレート。さらに2点追加で8対1になりました。ストレートには強いから、あえてそこを投げてもいいかもしれないと言ったんですが、そういうことだったのかどうか分かりませんけれども、はい、ほとんど真ん中に近いボールですね。だからコースがやっぱりある程度伊藤さんに言われたまっすぐを投げさせても強いボール投げさせてもいいんだけれども、このコースはどういう反応するのか、これ真ん中なんていうのはあまり意味ない、意味がないんですよね。